はい、では今回はこちらのセリアで売っていた洗剤いらず水をつけてこするだけという食パン型のメラミンスポンジを買ってきました。実は前にコメントで食パンのスポンジあるので作ってみてくださいっていうコメントいただいたんですけど、これで合ってるかな、ちょっと探してみたんですけど、これね私も見たことなくて思わず買ってしまいました。では今回はこちらのセリアの食パン型スポンジを使って可愛いスクイーズを作っていきたいと思います。はい、開けるとこんな感じになっていて、一応白い面とこの茶色い面になっています。で、一応メラミンスポンジなので、こっちの白い面は激落ちくんみたいな感じの素材になっています。で、こっちの裏側はちょっとね、キメが粗い感じになってますね。ちょっとブツブツブツっていう穴が開いてる感じになってる2層のスポンジになっています。でもね、これ触った感じ、結構柔らかい布って、いい感じのスクイーズができるんじゃないかなと思います。はい、では今回は、こちらスポンジ3個使って3種類のスクイーズを作りたいと思います。そしたらまずは液体を作ります。今回は久しぶりに使う紙粘土のホイップクリーム白を使っていきたいと思います。これをちょっと適量に出します。そしたら液体のりを使っていきます。適当です。で、ちょっとよく混ぜます。で、いつも通りエンジェルクレーとかジョイントコークでも大丈夫です。はい、こんな感じでクリーム状になったら塗っていきます。はい、では全体に塗ります。で、こんな感じである程度塗れたら、ようじとか竹串を使ってちょっとビッとな感じで刺します。刺したらまた同じように塗ってないところを塗っていきます。ではこんな感じで全体塗れました。とね、まだちょっとこういう風に茶色い部分とかまだらな部分とかがあるので、またこれよく乾かしてからもう一度塗っていきたいと思います。ではこれはちょっと乾かして、で他の2つも同じように塗っていきます。では乾いたら、今度はこの食パンの上にね、ちょっとこのままだとあれなので、ちょっと飾りを作ろうかなと思います。で、このスポンジのかけらを使っていきたいと思います。まず1個目はちょっとね、目玉焼きをのせようかなと思います。このスポンジをちょっと目玉焼きっぽくいきます。ではこんなちっちゃく目玉焼きができました。で、黄身は描こうかなと思います。さすがにちょっと小さすぎるのでかなと思って、そしたらこの目玉焼きをとりあえずボンドで貼っちゃいます。感じかな。で、もう一個の方はちょっとマーガリン、バターが溶けたような感じにしようかなと思うので、ちっちゃめのちょっとバターを作ります。
じ。で今度は食パンの色を塗っていきます。でね、これねつける前に塗ればよかったんですけど、ちょっと順序があれしちゃったんですけど、ちょっと焼き色をつけていきます。これはアクリル絵の具で塗っていきます。ちょっとね、まず最初は表面、この表面の部分だけをちょっと薄黄色で塗っていきます。では今度はちょっと濃いめの色を作って、この耳の部分に塗っていきます。こんな感じ。こんな感じ、パンっぽくなってきたかなと思います。そしたら他のやつも塗っていきます。で今回1個だけまだ全然塗ってないのあるんですけど、これはなんと食パンマンにしようかなと思います。なので耳の部分だけ塗っていきます。なんかあまり思いつかなくて、でどうしようかなと考えてて、ちょっとね食パンマンになんかすごく合いそうだったので食パンマンにします。では乾いたので黄身の部分をねちょっと描いていきます。絵の具とかで描いてください。黄身もねスポンジで作ってもよかったんですけど、少し楽をしています。次はこのバターのやつ、これもバターの部分と周りに塗っていきます。バターを塗って、でちょっと周りもね少しだけ垂らしたいと思います。でちょっとね、ただのパンだとつまんないので、今回は目を描きます。目を描くだけでね、だいぶ可愛くなるので、ちょっと癒しキャラみたいな感じで、ちょっと描きます。最後のコーティングでこちらのガラス絵の具の白を全体に塗っていきます。これを塗らないとちゃんとコーティングができていないので、破けてしまったり低反発にならなかったりするので、しっかり塗った方がいいです。最後に、このコーティングが終わったら、今度この楊枝を取ります。楊枝を取るんですけど、これをね、取って、よいしょ、そっと取ります。で、取ったら、ちょっと触ってみて、ちょっとね、結構空気の抜けが多いなと思ったら、こちらのボンドを、この、先ほど刺していた部分、この部分にちょっと多めにつけます。それでこのまま触らずに乾かします。はい、このように全部ボンドをつけて、これが乾いたら完成です。まずは目玉焼き、パンの部分はとっても低反発で、目玉焼きの部分はちょっとふわふわっとした感じになっています。はい、次はこちらバターがかかったパン、
ものによってちょっと低反発感が変わるんですけど、こちらもとても低反発です。このバターの部分はさっきよりもなんかちょっとブニブニした感じになっています。美味しそう。最後は食パンマン、顔が生液。食パンマンもとってもプニプニしてます。ちょっとなんかかわいそうなんですけど。はい、では今回はセリアに売っていた食パンのスポンジを使ってスクイーズを作ってみました。私は今回スポンジで作ってるんですけど、の紙粘土とかでこの上のアレンジを作っても可愛いんじゃないかなと思います。ちょっとねデザインがあれだったので、食パンマンをちょっと面白い感じで作ってみたんですけど、こういう感じでいろんなデザインが作れるかなと思います。はい、では今回は100均の材料で簡単に食パンのスクイーズを作ってみました。皆さんよかったら試してみてください。ちなみにこの食パンのスポンジはセリアに売っていました。食器用のコーナーにあるので、よかったら見てみてください。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。